こんにちは。ゆとりライフ天野さんの相場解説。ここに N 波動が出てますよね。画面の中央で丸で囲ってるところです。で、この N 波動の相場解説をした後に、実はですね、こういうふうに下落してきて、要するにね、天野さんは上昇すると予測していたんですよね。N を取って上の方に抜けるっていうふうに予測していたんですけども、そうならずに落ちたよと、ナイフが落ちたっていうふうなね、解説をされてますけども、ちょっと待っていただきたいのは、これね、この N は日足で見てますよね。日足で見てるということは、まだわからないわけですよ。N が。ここから上昇するかもしれませんから、日足で見てる場合は、どうですかね。もう一発、上がっていくと考えてもいいのかなと思うんですけどね。まあでも、厳しいですね、そうは言っても。言ってみればこういう風になるんじゃないかっていう風に考えることもできるんですよ。今キャプチャー撮りましたんで見せていただきますね。編集、これが天野さんの図なんですけども、こういう風に N を行くような感じがして、やっぱり継続してこういう風にね、こういう風に抜けることも考えられるんですよ。まあですんで、日足で見てるってことは、今日一日のことで、ああ、外れたなって考える必要はないと思うんですね。で、私の場合は、そういうなんか日足とか長いのではなくて、デイリーで見てますんで、これ、デイリーじゃない、1時間して見てますんで、1時間ですね。これ今1時間ですから。確かに、ここから大きく上にはいかなかったと思いますし、私が落ちた後ね、落ちた後、ここから上に行くんじゃないかなと思って、まんまと行ったんですけども、まあ、ここまでは取れたわけなんですよね。取れるわけなんですけども、その後に私が用心しなくちゃいけないと思ったのは、これがそのまんま上がってここまで行くのかっていうことと、いや、逆にね、N 波動ってこういうのもあるんですよ。これ。これも N 波動なんですよね。だから私の場合は1時間足で N 波動にならずに V の字を書いてこの辺りまで行くことを相場解説で申し上げてきましたけども、第2仮説としてですね、ここら辺で、ここですよ、こことかここに当たって落ちるんではないかな、ちょっとずれてますけどね、すいません、落ちるんではなかろうかというところも考えての N 波動っていうのはまあありなんですよ。ただこうなるとは思わなかったです、私は。N 波動が来ると思わずに V でここまで行くと思ってました。だからそれしか私は今朝の相場解説で言ってなかったんですけども、やっぱ第二仮説を取るとすると N 波動で1時間は下落ということもあったかなと思うんですよね。その下落が起きたらどこで止まるかってことなんですけども、実はここに随分前に解説した N 波動がここにあるんですよね。これが綺麗な N 波動なんですよ。こういうふうに強い上昇できて、で、ちょっと調整が入って大きく、大きなやつね。ポイントは、ちっちゃい陽線が並んで、で、大きな陽線が出ると。これが出だしたら、このリズムでですね、どん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 上昇するわけなんですよ。で、まんまとこうなってますよね。だからずっと買いで取れてるわけなんですよ、私の解説は。で、この辺りに入ってきて、あれちょっと横ばいかなっていうところで、もしかしたら、これは、上昇も行くんだけども、下落するようだったら、もう相場から離れないといけないなと思ったら、上昇の予測を立てていたのに下落したんで、それがですね、深夜だったんでよかったんですよ。深夜は私やってませんから。で、今朝目が覚めたらこうなってるんで、だったら、上昇の予測を立てていて、夜中のうちに下落したんだったら、なおのこと、買いで取れるんじゃないかなと思って、今朝は、この買いで、相場解説して、ここをね、取ったということなんですけども、その後なんですよね。これがね、下落に向かっちゃうのは。いやー、なかなか面白いですね。やっぱりね。でも、天野さんの相場解説、本当にいいと思いますよ。あれがね、結果的に合ってるとか合ってないから、すごいとかなんとかじゃなくって、きちんと自分の解説をしてるってところがすごいですね。あとは、天野さんが、1時間で売買しようとしているのか。ね、そうなると、日足とか大きな時間軸で、N だとか V だとか、あんまり考えなくてもいいんですよね。まあ、支配波っていう考え方があるんですけども、4時間を挟んで1時間って2つも、そのね、支配の影響がちょっと遠いですから、1時間で考えるってことは、10本ですよね。10時間のうちに10本、チャート足が形成される、ローソク足ができるんですけども、その10本が今日中に、利確ラインに達するかどうかだけ分かってればいいんですよ。上がったり下がったりしますけども、上がった瞬間に利確して離脱、今日はおしまいでいいんですよね。
で、下がってるうちはロスカットを引きながらギリギリ限界まで、見守って放置するって形ですよね。まあでも相場解説って本当面白いですね。私も偉そうなこと言ってますけども、私が正解ってことじゃないんですよ。考え続けて自分なりの法則を見出すってことなんですよね。なんで自分なりの法則かっていうと、やってる時間とポジションを持つ時間が違うからなんですよ。当然資金量も違いますし、度胸や勇気も違うんですよ。ということは基本はあるけども、基本をそのまんま守っていればいいってことじゃなくて、基本があれば、まあ大負けはなくなるんですよ。基本があればね。ただ大負けがなくなっても勝ちが上回らないといけないんですよね、負けを。そうじゃないと、あと私のよく言うね、4対6で勝ち切ることはできないんですよ。だから4対6でなくても 4.5 対 5.5 ぐらいで、長いことやれば絶対勝つみたいなことをね、やっていかないといけないんですよね。プラス長くやりすぎると今度は相場ってのは結局はね、一様に帰してしまいますから、上手な人でも、私たちは上手な人じゃないですけども、上手な人でも長くやればやるほど五分になっちゃうんですよ。だから利確をいつも意識することですよね。まあちょっと話しすぎましたね。以上です。相場解説終わります。浜田さん、お疲れ様でした。